こんにちは、島田香織香ちゃんです。今日は、先日からやっている雑誌を見て、その色の雰囲気を絵にしたいというプロジェクトの、今日は3日目かな。で、細かい絵をね、描くっていうのも目的の一つで、アブストラクトの勢いのある、ちょっとなんていうのかな、もう本当に気持ちのままに描く、そういう絵の中に細々としたものを描いていくっていう、そういう絵をね、私は描きたいといつも思っていながら、うまくいかなかった、うまくいってないので、今日もそれを、今回もね、それをトライしようかなと思って、進めています。で、今描いているところは、その雑誌の中では黒い中の一つの何だろう、なんか本とかね、ファイルとかものが置いてある部分で、そのあたりは結構写真に忠実に、そのまま描くんではないんだけど、色を写し取りたいと思ったので、その色をなるべく忠実につけているんだけど、これからだんだんどうなっていくのか私にもわからないところで、それで書いてます。で、今日は、動画を撮った後に今声を吹き込んでいるので、実はまあどうなるか分かってるんだけど、私はなぜ、いつものように書きながら喋んないかっていうと、ちょっとね、マイクロフォンがなくて、それで話しながらやるのをやめたんです。で、そんなんで今喋ってるんだけど、ちょっとね、私アレルギー性鼻炎っていうので、小さい時に。で、私はホコリのアレルギーがあるんです。で、昨日かな、ちょっとホコリっぽいものを広げてしまったら、それから鼻がグズグズしてくしゃみが出て、ちょっと今日もそれが続いてて、なんか話しにくいんですけれど、ごめんなさい。時々くしゃみをしたりするときは止めます。ということで、今はね、何してるんだろう。濡れてたから手についちゃうので、紙をね、置いて、それで書いてます。この辺の絵は、絵とか模様とかは、何も意味なく、ただ模様を描いています。で、私はこのひし形が大好きなので、必ずね、ひし形が出てくるんだけど、タイルみたいな、そう、ひし形のタイルとかね、好きですね。トルコに行った時もタイルがたくさんあって、そのタイルを見るのがすごく好きだったんだけど、タイルにね、絵を描いて、そう、タイルを作らないかっていう仕事が以前何回か話があって、結局その仕事はしてないんですけれど、私は実はね、タイルに絵のついてるタイルっていうのはそんなに好きじゃなくて、やっぱりタイルはこういうふうに並べていくと模様になるみたいな、そういうのが結構好きだな。トルコとか、あっちの方のスペインとか、ああいう感じのタイルが好きです。それで、同じタイルじゃなくて色味をちょっと似せた違う模様のものを、壁一面につけるとかね、なんかそういう壁がキッチンとかにあったらかっこいいなと思ったりしてます。そう、床より壁の一面にちょっと欲しいかな。あと、キッチンとかリビングルームの一つの壁に
石とかレンガとかね、そういうのもすごく好きです。石の壁とかね、そんなあの石っていうか岩みたいなね、すごく大きい岩があって、そこの壁にはそう大きな岩と大小さまざまな石があるような壁の、そういうリビングルームはすごく憧れるなと思って、そこにすっごいゆったりとしたソファーと、あとちょっと大きめのコーヒーテーブルがあって、そのテーブルの上には私の好きなコレクションのものが並んでたり、本が置いてあったり、ちょっとねお酒飲みながらゆっくりとそのテーブルに載ってるものをめくって楽しむとかね。で、窓から眺めるとすごいいい景色で、そうね、岩の壁があるっていうのだから、そうなると都会じゃなくて田舎の方の、山の家とかね。私はどちらかというと、田舎に行くとしたら海のある海の近くの田舎の方が好きなんですけれど、このところ北海道に行ってて、北海道の山の方の田舎にね行くと、それも捨てがたいなと思ったりして、そう時々大都会の真ん中に住んでるので、ああ田舎に行きたいって叫びたくなることがあります。海の田舎と山の田舎、どっちの方が好きですか？どちらか選べって言われたら、やっぱり水が好きだから、素晴らしいビーチのある海辺の近くがいいかな。海を見ながらね、バルコニーでのんびりするっていうのは憧れます。でも日本はね、温泉もあるし、温泉がある田舎の別荘なんて素敵だなと思っていますけれど、書いてるうちにだんだんね、なんか面白いものが、私シミを見つけて、そこに絵を足していくっていうのが結構好きなので、こういう絵を描いてる時は何かね、ものが見えてきて、でそれに沿ってその模様、そのシミに足して絵を描いていくっていうこと結構やるので、そういう手法って何だったっけな、フランスの、フランスにその手法ありますね、何だっけな、名前忘れちゃった、何だっけな、何でしたっけ、何でしたっけ、何でしたっけ、ちょっと待って、何だったっけな、そうでした、タチズムというのでした。私はこの手法というかね、これって子供の時ってよくやったと思うんだけど、寝ながら天井見てて、壁見ててシミが見えると、そこから何か絵が見えてくる。ここでワニが、
シミの中から浮かび上がってきました。今歯をかいて、目と歯をかいて、そして鼻の穴をちょっとかいて、もうワニ、ワニでしょ。こうやってそろそろこの絵が変化し始めます。見てたらもう一匹いるなと思って、ここにいました。ここにもう一匹あのワニが見えて、今牙をかいているんだけど、こういう風になってくると、あの私の絵はだんだん変わっていきます。シミからこういう風にね、シミからスタートをして、物語が始まるっていう感じで、そんな感じで私は絵を描くことが多いかな。そういう絵の描き方が私は好きで、でこれは多分ね、本当に私の子供時代のやり方なんじゃないかなと思って。私は図工のクラスすごく好きだったんだけど、でも写生とかあんまり好きじゃなくて、で先生が絵本を読んでくれて、その話を聞きながら絵を描くとかね、そういうやり方がすごく好きで、で自分でもなんかそんな感じで絵をね、お話を作るっていうんじゃないんだけど、でも一枚の絵を描いていくと、だんだん登場人物が出てきて、物語が繰り広げられるという感じで、そういう描き方はね好きで、今でも、まあ、やっぱりその描き方が好きなんですね。今日は私の鼻がもうすごく状態が悪くて、くしゃみばっかりするし、鼻水が出るし、ちょっと喋る状態ではないので、今日はもうここで喋るのやめます。今回ね、ちょっと細かい絵を描いていくと時間がどんどん経ってしまって進まないので、15分のをつなげていったら延々とこの作品で時間を取ってしまいそうなので、今回のこの絵は15分をやめて、早送りして動画を完成させてしまいます。なので、次回ぐらいに終わらせようかな。15分とは関係なくやります。はあ、本当鼻がもうダメです。なので今日はここで終わります。今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。本当に嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録といいねのボタンを押してくれたら嬉しいです。ではまた明日。じゃあね。バイバイ。